吉さん、私はね、まあ、常々意識していることがあるんですよ。まあ、それほどゴリゴリに意識しているわけじゃないんですけども、ふわっとね、想像するんですよ。まあ、私が80、80、八十歳ぐらい、90歳ぐらいになって、臨終のとこでね、あと、一山、二山、一晩、二晩、こせるかどうかわからないっていう状態で、意識はなんとなく、はっきりしてる。こう、見上げるとね、自分の身内というか、 子供や孫がふんわりとそこにいてね、私の最後を見取ろうとしているわけなんですよ。その時に、ああ、あれもやったな、これもやったな、これもよかったな、それもよかったな。うわ、なんか、俺の人生、80年、90年で終わるけど、いやもうなんか、見るもの聞くもの全部自分の手にあったな。いや、いい人生だったな。あもう、 思い残すこともないし、ただ最後の時間を過ごすときに、俺の人生本当に面白かったなあっていう,うね、ワクワクしながら死の瞬間を迎えるのか、それとも、ああもうすぐ死ぬわいつ帰ろう、明日やろうと思ってて、結局できなかったよ。えなんか、若い頃にいい車乗ろうかなと思ったけど、結局中古車乗り継いで、 手に入らななかったなとあの映画も見ようと思ったけどこのアニメも見ようと思ったけど見れなかったよっ、うん、酒をガブッと飲む時間もなかったしいい女と付き合うこともなかったしキャバクラで合流してみたりんなんかいろいろなやりたかったことがあったんだけどななんかやらなかったなーいやー今40代50代に戻るならいや60代でもいい70代でもいい 戻れるんだったらもう毎日のように自分の欲望に素直に生きるんだけどなあと10年20年神様戻してくんねえかな俺なんか自分の人生無駄遣いしちゃったもう一回やり直させてくんねえかなこのまま死んでいくのは死んでも死にきれんよみたいなねこれをまあコーマ数秒で想像するんですよこの2つの対比をで私は最終的にはこう思うんですよね 私は一応死んだんではないかなと。死んだんだけども、その死の瞬間、まあ、神様がね、お前40歳ぐらいからもう一回やり直せ。時間を巻き戻してやるから。その代わり、悔いなく、また、この臨時のところに戻ってくるんだよって言ってね、時間を巻き戻してくれたんじゃないかなと思うんですよ。それで私はある日、40歳の私が、気がついたらマージャンやってて、こんなことやってる場合じゃねえぞみたいなね。で クレジットカード2枚で、現金、合計40万を下ろしてきて、ネオヒルズま、なん、エントリーじゃんみたいなね。<laughs> やけくそで、ネオヒルズ像を歩んだのかな、と。それからというもの。うーん、そうですね。40までにやり残したことは、ほぼやった。残りのやってないことは、これから、まあ、何があるかな。でもないですね。ないけど、なんとか探しますよ。あれがしたかった、これがしたかった。 ねまあ、吉田さんがね、車をガンガン買って、まあ、私もね、車、バンバン買ってますけども、私もね、もう一台くらいいるかな、という,うに思ってるんですよね。今度はね、あの、アルトワークスみたいな、もうものすごく軽自動車のすごくちっちゃいやつね。それで、キュン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 って走れないかなと思うんですよ。アルトワークスも、しかもね、80年式とか90年式の、こう、ちっちゃくって、こう、コンパクトで、黒くてね、 丸めか革命のやつ。あれがいいんじゃないですかね。もう多分、残ってないような気がするんですけどね。アルトワークス。アルートワークス中古。ねもうこれ生産終了してるみたいですね。ああ、まだあるかな。アルトワークスのね、結構古いやつがいいんですよ。今のおしゃれな型じゃなくて。古いやつ。何年式だろう。いや、これなんか良くないですか 維持費なんてむちゃくちゃ、もうただみたいなもんですよ。今の私の感覚から言ったら。駐車場代はね、あのー、ベルファイアとどっこいですけど、同じぐらい取りますけどね。ガソリン代毎月なんか3000ぐらいでしょ。確か軽自動車って。満タンにして3000ぐらいですもんね。ガソリン代分かりましたって言ってもね、おお、なんぼやみたいな感じですよね。もうこの前ね、また、あれですよ。 セルションにガソリン入れたんですけども、あっという間に1万ですよ。一発入れたら。まあ今更なんか、高いなって感覚もないですけどね。もう、超麻痺ですよ。アルトワークス、1980年式の前期。あたりがいいかな。うん、アルトワークス、660、えー。ターボおーおー。なるほど。ミンカラに乗ってますね。カーセンサー。これどうだ これはいいですね。アルトワークス。売り切れちゃってきた60、昭和62年式。このぐらいのを買ってみようかな。逆に高いんでしょうね。このぐらいになると。希少者ってことで。うーん。なんか、こういったなんかね、本当に大人のミニカーみたいなのね。買うのも面白そうだなと思いますね。まあ、買ったところで吉田さん言うように、これ、車になる時間ないですよ。これだけ台数だったら。でも逆にだから、 二年に一度中古車を乗り換えるってんじゃ間に合わないんで、それこそね、もう複数台持って、今日の気分で乗りこなすみたいなね。私にたってはね、一日のうちに、朝買い物、あの、ヤマくんと散歩するときは、ベルファイアで、で、お昼ね、買い物に行くときはあ、ナイト2000、あの、セルショーでね、それから一人ドライブするときは、あの、ナイト2000みたいな感じで、あの、使い分けてますよ。ね、三人のときは、デカい車。 二人の時はセルシオ、一人の時はナイト2000みたいなね。うん、アルトワークスね、なんか面白いかもしれないです、アルトワークスでキュンキュンと走りながら YouTube 撮影するみたいな。うん、ナイト2000オーナー、ついに5代目 <laughs>、うん。車ばかりが人生じゃないんですけど、やっぱり車って楽しいですね、うん。自転車もいいんですけどもね、車でこう流れる景色っていうのはね、本当変え難いもんがありますね、なんかね。同じ地球を、同じこの田舎道を、 ドラマにしててくれます車ってのはこれいいコピーじゃないですか車は景色をドラマに変えるみたいなね車は景色をドラマに変えるそれで行きましょうかいってらっしゃい。